ケイトリン・オズモンドは、カナダ出身の元フィギュアスケート選手。2018年ピョンチャンオリンピック団体戦金、メダリスト、女子シングルドーメダリスト。2014年ソチオリンピック団体戦銀メダリスト。2018年世界選手権優勝。2017年グランプリファイナル3位。2012年世界ジュニア選手権2014年2017。 世界選手権カナダアルバータ州エドモントン在住。1998年にスケートを始めた。2012年のカナダ選手権で SP で首位に立ち、総合では3位に入った。世界ジュニア選手権は、初出場で10位。2012から2013シーズン、シニアクラスへ移行こう。ネーベルホルン杯、スケートカナダと連続優勝。カナダ選手権でも初優勝。 初出場の世界選手権は8位に入った。2013から2014シーズン、ストレス性の左足の怪我のために当初は、欠場を予定していたスケートカナダに出場。SP では5位につけるも、足の古傷の痛みが再発し FS は危険した。ロステレコムハイは、ハムストリングの怪我のために欠場。カナダ選手権では2連覇。ソチオリンピックの団体戦では、SP。 FS の両方に出場し、銀メダルを獲得した。2014から2015シーズン、新しいプログラムを振り付けている途中に、滑りのコースから外れ、他のスケーターのスケート靴のエッジを引っ掛けて転倒。右足の飛骨を骨折し、手術を行った。6週間の安静を要するためグランプリシリーズは欠場した。 2015年1月には、負傷からの回復を優先させるために、シーズンのすべての試合を欠場することを発表した。2015から2016シーズン、復帰戦のネーベルホルンハイで優勝。スケートカナダでは FS で5度点灯をし11位に終わった。カナダ選手権では3位となり、世界選手権代表の座を逃した。2016から2017シーズン、 フィンランディアハイで優勝。スケートカナダでは初めて200点台のスコアをマークし、銀メダルを獲得した。続く中国杯でも銀メダルを獲得し、グランプリファイナルへの初進出を決めた。カナダ選手権では ISU 非公認記録ながらも SP で81.01を叩き出し、3年ぶり3度目の優勝を果たした。その勢いで三度目の出場の四大陸選手権では、 ISU 選手権大会発の表彰台が期待されたが FS では3度の点灯で結果4位に沈んだ。しかしシーズンの総決算となる世界選手権では銀メダルを獲得しジョアニー・ロシェット以来8年ぶりに表彰台に立った。また3位のガブリエル・デルマンと共にカナダ女子史上初のダブル表彰台の開挙を達成した2017から2018シーズン。 チャレンジャーシリーズのオータムクラシックにおいて FS のパーソナルベストを更新し優勝。グランプリシリーズのスケートカナダでは SPFS1 位で優勝。続くフランス杯では SP1 位で折り返すも FS4 位で銅メダルを獲得しファイナル進出を決めた。グランプリファイナルでは FS で転倒など失敗が相次ぎ5位に沈むも初の銅メダルを獲得した。ピョンチャン五輪では 団体戦のカナダの金メダルに貢献し、個人では銅メダルを獲得。ミラノで開催された世界選手権では SP4 位から FS1 位となって逆転し、カナダの女子シングルとしては1973年のカレン・マグヌセンの優勝以来となり45年ぶりの金メダル獲得となった。2018年6月4日、グランプリシリーズの欠場を発表。 8月21日には2018から2019シーズンすべての試合の欠場を発表した。2019年5月2日、競技からの引退を発表した。趣味は読書と塗り絵。アクセルを除く5種類の3回転ジャンプを飛ぶことができる。2016から2017シーズンからは3回プラス 3T を SPFS ともに構成している。 ルッツジャンプを苦手としており、エッジエラー判定を受けることがある。スピンは様々なバリエーションがあり、高く評価されているまた、緩球の付け方が優れている。ありがとうございます。